それでは注目する遺伝子が独立している場合に場合の配偶者の作られ方について説明します。独立してるっていうのは注目する、ね、その問題で注目する遺伝子が全然違う種類の相同染色体上に載っている場合です。例えばラージ A っていう遺伝、ラージ A スモール A っていう A っていう遺伝子と B っていう遺伝子が全然違う種類のお箸の上に載っている場合、例えば第一、第一染色体、ね、我々人の第一染色体には、通常アミラーゼの遺伝子が載っていて、ね、第二染色体にはナトリウムチャネルの遺伝子が載ってる、ね、こんな風に全然違う種類のお箸に載った遺伝子の遺伝子、全然違う種類の相同染色体に遺伝子が載ってる場合、そんな時はもちろん同じようにそれぞれの長いお箸、ね、短いお箸で複製が起きて、そしてもちろん、遺伝子も、遺伝子も同じように複製されて、ラージ A が2個になって、スモール A が2個になって、ラージ B が2個になって、スモール B も2個になる。で、ここから第一分裂が、第一分裂に進んでいくんだけど、ちょっとね、運命の分かれ道があって、例えば、ある細胞は、もしかしたら、第一分裂が終わる、第一分裂の時に、例えば、この、これと、これ。まるで修学旅行の、グループ分け、ね、班分けみたい、ね、一緒に泊まる部屋、一緒の部屋に泊まる人を決めるグループ分けみたい、この人とこの人がもしかしたら同じ部屋に入ると思うんですよ。この人とこの人が青でくくった人が同じ部屋に入るかもしれないよ。ラージ A を持った染色体とラージ B を持った染色体、スモール A を持った染色体とスモール B を持った染色体が一緒の部屋に入るかもしれない。第一分裂が終わった後にで第二分裂が起こって長いお箸と短いお箸がしっかり一本ずつ、ね、長いお箸と短いお箸がしっかり一本ずつ、ね、短いお箸も入らない時があるんじゃないですかって、いやいやそんなことは絶対ないよ。だって短いお箸の上にある遺伝子 B っていう遺伝子が子孫に伝わらなくなっちゃうでしょ。必ず全てのセットの遺伝子を子孫に伝えなきゃいけないんだよ、ね、ここにラージ A、ね、ここにラージ B、 ここにラージ A、 ここにラージ B、ね、A と B、ね、スモール A とスモール B、ね、こんな風に、あ、先生、なるほど、独立している、ね、遺伝子が全然違うお箸の上にある場合は2種類の配偶子、ラージ A、ラージ B、スモール A、スモール B の2種類の配偶子ができるんですね。でもちょっと待って、みんなもさ経験があるかもしれないけど、必ずしも好きな人と同じ部屋に泊まれるとは限らないよね。これもしかしたらね、綺麗にお箸を並べてくれる人なんていないんだから、もしかしたらこの短いお箸がくるっとね、この短いお箸がくるっと逆になっちゃうかもしれないでしょ。青と青が同じ部屋に入るとは限らないよね。こんな場合もあるよ。長いお箸、長いお箸、短いお箸、短いお箸であることは変わらないけど、青でくくったこいつとこいつが、あ、なんか残念、違う部屋になっちゃったねってこともありえるよ。ラージ A を持った染色体とスモール B を持った染色体、ね、スモール A を持った染色体とラージ B を持った染色体が同じ部屋に入っちゃう場合もあるよ。これも正常に原子分裂が進んでどうなるかっていうと、必ず長いお箸短いお箸、ね、長いお箸短いお箸ですね、必ず必要で、ラージ A、スモール B、ラージ A、スモール B、スモール A、ラージ B、スモール A、ラージ B、 気をつけなきゃいけないポイントは 50%、50% です。必ず上のルートを通るか下のルートを通るかは均等なので、2つの遺伝子が独立の場合は1種類、2種類、3種類、4種類、4種類の配偶子が均等にできることになります。4種類の配偶子が1対1対1対1、均等にできることになります。2つの遺伝子が独立の場合は
4種の配偶子が4種類の配偶子が均等にできることになります、ね、しっかりあの遺伝子が連鎖している場合としっかり区別してね、独立の場合の配偶子形成、あの、数字で、ね、数字だけであの追っていくんではなくて、自分の頭や髪の上でこういう原子分裂の流れを完璧に再現できるようにして、ね、次のステップへ進んでください、ね、ちょっと難しいけど、ね、一緒に原子分裂をしっかり、ね、再現できるようになりましょう。